僧侶総,総監府は、元が1258年に、環境南道和州設置した、植民地。自比例遺北を管轄した、東ずまやと共に、高来に対する征服と支配の拠点とされた。京敏王は、元の影響を脱し、また土地回復のための北伐政策の一環として、東ずまやと共に攻撃し、土地回復に成功している。 1258年元の別小三基地と、広下だが、豚女神を経由して、頂上以南に進攻した。彼らが和州に至ると、当時東北面平橋、新州大らは、住民と兵士らを導いて著島に入り守ったが、後竹島に移動した。しかし、長明と、拓青らが、東州府市、牧一式、和州府市、金仙助及び東北面平橋、 新州大らを殺し、鉄霊委北の地を元に捧げて投降した。中央政府とは関係なく侵攻された事件で、元はとにかく新たに占領した、この地域を治める機構として僧侶総監府を設置したのである。この時、初代総監に長明が任命され、宅青は千古に任命された。以後、総監は、官用調子の家が世襲して、長明の息子。 長良紀、孫、長林、樹僧村、長小生が世襲し、千古も、宅青の子孫が世襲した。一方、十年後の1二百六十九年に反乱を起こした、西広氏は、最強を含めた北海五十四条と、自比例北、西海道六条を元に捧げ、元は最強を、東康ま安に解消して、自国領土に編入させた。この時は、 元の侵入とも関係なく、成り立ったことだった。以後、高麗は、元の干渉を受ける立場に転落するようになった。僧侶宗刊府陥落は三百五十六年に始まった。水密院福祉だった、劉翼都は、東北平橋となって、京敏王から僧侶宗刊不攻略の命を受け、大森軍、三義夫、はじめ、宗母霊、金元宝、高陵道、 有りなでし、りひとしとむともに出生した。この時、張明のひ孫である総刊、張小生と千個、拓都教は死に物狂いで反撃したが、張明の孫である、張朝人、と、っしと彼の息子り政計が内部で、高麗軍と内通して総上総刊府の城門を開いた。総上総刊府は陥落し、総刊、張小生は逃げ出した。以後、りゅ氏は、 和州木を設置して、残りの僧侶総丹府が管轄した地域を治む服した。僧侶総丹府管落の手引きを行った立春の家系は、先祖代々モンゴルのダルガチ県仙古町という高位交官の地位にあったが、この時公来に寝返った。新たに公来王の進化となり、東北平橋となった。僧侶総丹府初代総丹だった、超明の子孫である。 蝶朝,朝日も、総侶相関府官楽に、積極的に協力して、功を立て、先祖の裏切りを生産し、新たに、孔来の中央政界に進出した。以後、蝶朝,朝日は、李氏朝鮮建国にも関与して、開国行進にまで至った。李政権が後に、体操を嫌って、観光に立ってしまったのも、彼の出身地がこの地域だったからである。ありがとうございます。